紅白戦になったんだけど、先発させたんだけど、スタートの時に雨が降ってきて、ちょっときつい感じ、やらすのがかわいそうな感じ、怪我されたら危ないかなって言ったら、あいつね、自分でね、罰した。あ、そう。無理無理無理って。すごいね、新人で。そう、俺はそれ見て、うわ、こいつすげえやとか、それでボールもだんだん良くなってる見てるから、こういうことできる子だったら一軍でいけるなと思って。当時の荒木投手もできなかったでしょうね。いや、罰はさすがにできないよね。